調子良さそうやな。ぶち殺して、ぶち殺して。もっとアウトドアの2人が戦うことで、盛り上がることが絶対盛り上がるなっていうことで引き受けたんで。似た境遇の2人、1人は YouTuber、 実業家の顔を持つ日本一稼ぐ格闘家、1人はその地位も名誉の総取り、雷神のシンボルの首を狙う若き殴り屋。圧勝か、それとも若きアウトローが全てを奪い雷神のシンボルが全てをなくすのか。視線がスパークする、ここは殺伐の闘技場。朝倉未来見下ろします。判定3対0、いられますデシオンです。クレベル戦の失神負けから111日、再び日をまた昇る朝倉未来、萩原公平を下しました。 MMA としての強さを見せる試合というか、まあ、あとはそのしとかないといけない試合だったかなって、この先に行くために自分が経験しておかないといけない試合だったかなっていうところですね。本当はなんか、ね、お客さんが盛り上がるような試合をその見せるのも選手としての、まあ、義務なんですけど、まあ、今回は俺自身も追い込まれてたし、やっぱりここで負けたらいろいろ失うものがでかいじゃないですか。だからなるべくリスクを減らす戦いをせざるを得なかったっていうところですね。はい。